はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ニキータです。今日のモスクワの最高気温は27度です。予報によれば明日まで暑さが続きますが、月曜日からは急に気温が下がり、最高気温が22度、そして金曜日の最低気温の予報はなんと9度という秋のような天気が予想されております。ちょっと通年よりは少し早いようですが、まあまた夏がぶり返すことを祈っております。ということで今回も時事ネタをお届けいたします。いつものようにどうぞ最後までラジオ感覚でお付き合いください。まずは17日木曜付のタッカー・カールソンさんのテレグラムチャンネルからお届けいたします。共和党のマージョリー・テイラー・グリーン下院議員は米国議会で対ロシア制裁の完全な失敗について語り、米国政府のウクライナへの金融支援を停止するよう要求しました。グリーン議員はロシアの富の増大に関するスイスの UBS 銀行の報告書を取り上げ、米国はすでにキエフに1130億ドル約16兆4000億円を送金しており、今後も毎月10億ドルをウクライナに送信し続けるほか、バイデン大統領はさらに200億ドルをウクライナに割り当てるつもりであると非難しました。まあロシアは制裁を受けつつも、今年上半期の実質所得は前年比で 3.9% 増加しております。まあとはいえ通貨下落やインフレもありますので、差し引けば好景気で盛り上がっているというよりはトントンといった感じが一般庶民としての感覚でしょうか。ただ決して制裁により経済がボロボロになっていないのは事実です。一方で世界中の言うことを聞かない国々に対して何かあると経済制裁という切り札を投げている米国ですが、今年の6月に債務上限を2025年1月まで凍結することでデフォルトをなんとか逃れましたが、その6月時点で債務額は31兆4000億ドル、現行レートで円換算すると約4564兆円で、債務額はさらに増加の一途をたどっております。まあ普通の国ならとっくに破綻しているところですが、ドルという基軸通貨を持っているおかげでなんとかしのいでこれていると思います。しかしブリックス諸国は今後ドルを返さない石油ガス取引決済を実施する流れが主流となってくるでしょうし、米国はこれにあぐらをかいているわけにはいかない状況に置かれていると思います。実際今週の17日にこちらのメディアで一斉に報じられましたが、インドはアラブ首長国連邦から100万バレルの原油を初めて自国通貨ルピーで購入したと発表しました。今後も両国の通貨で取引が継続されるとのことです。しかし時代も変わりましたね。以前はドルではなくユーロで取引すると公言したフセイン大統領やカダフィ大佐の政権が民主主義運動により潰されましたが、インドは今度の G20 の主催国です。確実に変化は起きています。ただですね、インドも UAE もロシアや中国とは異なり、石油ガスをドルで取引するというペトロダラー体制を打破するという主張は行っておりませんで、少なくとも近い将来米ドルの使用を削減する予定はないとのことですので、急激にドル離れが生じるというのではなく、今後はじわりじわりと変化していくものと思われます。話をグリーン議員に戻しますと、キエフにこれ以上資金を割り当てないようバイデン政権に求めております。そのバイデン大統領ですが、ハワイのマウイ島の火災につき、ホワイトハウスのウェブサイトで放送された演説の中で、島の名前を忘れたのか、ハワイ島と呼びマウイ島とつい発言しないなどの相変わらずの天然ぶりですが、ウクライナには歴史上最大の金銭的軍事的支援を行っているにもかかわらず、マウイ島の被災者たちには700ドルのみ一時金として払うと発表しております。まあウクライナへ支援するお金を削ってマウイ島の被災者に回してほしいものですよね。さすがに米国内でも米国民とキエフ政権への支援の差を指摘する声が上がっており、米国民の不満も高まってきている模様です。まあしかしバイデンさんは息子さんの問題で窮地に立たされてますが、前の気球の時もそうでしたが、彼に何か不都合なことが起きると事故や天災が起きると感じるのは私だけでしょうか。次は8月16日水曜日付の rbc.ru からお届けいたします。ポリティコの記事を引用して報道しております。ウクライナが取引顧客のリスク管理区域リストに載っていることを理由に、英国の銀行がウクライナに協力している英国企業の口座を強制閉鎖していると報じております。ポリティコによれば、英国ウクライナ商工会議所のベート・トムス共同議長が英国財務省のアンドリュー・グリフィス経済長官に送った書簡を引用して、英国の銀行がウクライナと取引している企業の口座を閉鎖することを余儀なくされていると伝えております。この7月26日付の書簡では、ウクライナでの事業を理由に銀行口座が閉鎖されたり口座開設が拒否されたりした企業から BUCC に対して多くの苦情が届いているとのことです。トムス氏は、ウクライナとの取引が一つでもあると口座閉鎖につながる可能性があります。英国の銀行はウクライナとの取引が見受けられる場合、口座開設を拒否するのですと語っております。ポリティコによれば、英国の
の銀行は英国の汚職防止法の適用対象となっており、英国は汚職対策の観点から長年ウクライナを取引顧客のリスク管轄区域に挙げてきたそうです。金融機関の代表者らも同氏に対し、銀行は基本的にウクライナとの取引を禁止していないものの、完全に確認されるまでは取引を承認しないと説明しております。しかし、ロンドン商工会議所の政治部長、ジェームス・ワトキンス氏は、政府は数年前からこの問題をよく認識していました。しかし、これは英国の企業にとってだけではなく、ウクライナを支援する英国の努力にとっても悪いことです、と語っております。まあ、以前から汚職防止法の厳しい英国では、おそらくマネーロンダリングの観点からウクライナとの取引をあまりよくは思っていなかったということのようですが、この記事の内容自体はあまり衝撃的なものではないんですが、問題はなぜこの時期、つまりウクライナ軍の反転攻勢がうまくいかず、西側メディアがそろそろ本音を出し始めた時に、こういう情報を流すのか、という点です。そこにこの情報を流す側の意図が含まれていると思いますが、ウクライナ頑張れというポジティブな内容ではなく、マネロンの疑いがあり、口座を締結するというネガティブな情報を流すということは、英国はそろそろ店じまいを始めているのかな、などと考えてしまいました。しかも18日金曜日には、英国はロシアのために9000万ポンドを費やしたとの見出しの記事が踊りました。どうやらウクライナ国際基金の名で、英国国防省が3つの大型契約を締結していた模様で、ドローンシステムの供給に対する5600万ポンドの契約が1件、その他は防空システムなのかよくわからないそうですが、総額で9000万ポンド、現行レートで円換算すると約167億円になります。まあ詳細はわかりませんが、これもおそらく無償ではなく、キエフ政権への貸し付けとなっているでしょうから、そうであればウクライナの借金は増えるわけですが、それよりも、またなぜこのタイミングでこういった情報を出してきたのか、ということの方が私は気になります。英国としてはこれだけの支援をキエフ政権に対しては行ったのだ。我々はできる限りのことはしたのだ。という責任逃れのメッセージなのかもしれません。米国が距離を取り出した感はだいぶ前から感じていましたが、ここに来てついに英国までも距離を取りに来た。まあそういうメッセージなのでしょうか。次はある英国人ジャーナリストの突撃取材の動画がこちらの SNS で拡散されていますのでご紹介したく思います。場所はドイツのミュンヘンです。ある人の墓地を訪れている人々に突撃取材しております。まずはどうぞご覧ください。Why you're honouring this Nazi today? I'm not speaking English. Почему здесь приехал, чтобы посылать нацист? Это фашист. Нет, это не фашист. Это точно фашист. Это с вашей стороны фашист. Для нас это исторический факт. Вы здесь в Германии? Russian исторический факт. Прославляет фашизм. Прославляет нацист. Да, это Грэм Филлипс. Самый честный журналист в мире. What's your name? А вы здесь Грэм Филлипс. А вы здесь прославляет фашизм. Может подтверждать тот факт? Что ребята, вы здесь... No video. Прославляет фашист. Delete video, please. И... Ты здесь прославляешь фашизм. Это фашист. Ребята, ты понимаешь, что ты сделаешь сейчас, именно на тот момент? Ты понимаешь? Это прославление фашизм. Это ты фашист. Убери камеру. Если ты трогаешь меня, у нас будет разговор. Поверь меня. Убрал камеру. Я честный журналист, а я освещаю тот факт, что ты здесь, в Германии, прославляешь фашизм. Как вам не стыдно? Ты знаешь, что он творился? Ты знаешь, что он делал? Кто за зверь? Подтверждай ваше имя, фамилия, а чтоб ты в Германии прославляешь фашист. Стыдно, вы все стыдно. Да, иди в стыд. Это позор. Это позор. А мы будем, я буду сейчас собрать. Это позор вам. Это фашист. Как ты себя чувствуешь, что ты прославлял фашистам? Где твой сервис? Имя, фамилия. Да, имя, фамилия. Ты прославлял там фашист. Да, стыдно. Лучше молчать, потому что стыдно.
クライナのナチス、ステファン・バンデラがここに埋葬されている。彼はナチスということを認めてますし、またナチスと書いてそれを恥じないということもおかしいですよね。このステファン・バンデラはご存知だと思いますが、第二次世界大戦中にウクライナ蜂起軍 UPA を設立し、ウクライナの独立のために戦う傍ら、ナチスドイツに協力し、ユダヤ人とポーランド人を虐殺したとも言われております。まあ今の感情的な問題もあり、ウィキペディアでも史実が書き換えられているようですが、ナチスドイツと組んでいたために、特にポーランド、そしてロシアでは彼はファシストと呼ばれています。いや、ドイツでもそうだと思うんですが、今のキエフ政権ではこの人が英雄になっております。まあしかしこの英国人ジャーナリストのグラハム・フリップスさんは大変勇気のあるお方ですよね。最初は英語で語りかけるも、先方が英語はわからないと答えると、ロシア語にすぐさま切り替え、詰め寄っていく姿には迫力がありましたね。歴史修正は許さないというそういう強い意志が伝わってきました。このグラハムさんは2013年末から2014年初めのウクライナにおけるマイダン革命の時期、そしてウクライナ東部での武力紛争中の取材で名声を博した方だそうで、英国ノッティンガムのご出身だそうですが、英国とウクライナから制裁を受けているそうです。今後もぜひ頑張っていただきたいと思います。続いても動画ですが、ウクライナ軍の司令官の一人、ヤロスラフ・ゴドノク氏が今月初めに SNS に流した動画が今こちらでも拡散されております。こういう動画はフェイクの可能性もあるため、あまり私は流さないようにしてるんですが、まあ彼の魂の叫びのようなものを感じましたので、ぜひ皆さんと共有したく思います。彼はウクライナ語で喋っていますが、字幕でロシア語が出ていますので、私はそれを翻訳いたしました。それではどうぞご覧ください。Не можу мовчати, тому що сьогодні вимагає негайної реакції. Прошу всі засоби масової інформації, всіх медійних персон, всіх супернародних депутатів, блядь, які, сука, сидять там зажрались. Ви чого, блядь, потерялись? В Мукачево нема війни. Привезли хлопців, мало того, що без рук. Мій товариш, побратим без руки, яку йому відрізали декілька днів назад. Возили, блядь, два дня по госпіталях, лікарнях, де їх ніхто не брав, не покормив. Не дали їсти, блядь, знущалися, мовчу, які умови, блядь. В результаті закидують на Мукачево, де вони просто, блядь, валяються там в коридорі, блядь, військовому шпиталі, військовому, блядь. Де на них забили просто, забули покормить, блядь. Одіть, обуть, бо одежі нема, вона згоріла, блядь. Отам напередку, коли ти, сука, воюєш, блядь. Ні телефонів, ніхуя, блядь. І ви, суки, блядь, дозволили півдня, блядь, пацанам там просто лежати, знущатися з них. Сука, я не пробачу, криси, ви їбучі, блядь. Ви, блядь, там що, сука? Ахуєлі? Та, блядь, вас зривати будем, блядь, толпами, блядь, уроди. Тут і так ложиш на кону своє життя. Ви, сука, тварі, блядь, знущаєтесь далі з нас. Мало того, що дебільне керівництво іноді потрапляється в Збройних силах. Мало того, що ви, тварі, сука, ніколи не повідомите, де втратили бійця, блядь. І не шукаєте його ні пораненим, ні вбитим. Сука, я не можу свого друга побратима знайти, який зі мною воював. Так ви ще, сука, не удосужитесь навіть перезвонити рідним сказати. 命を張って前線で戦った兵士、その結果負傷して体が不自由になった兵士、その後のケアはきちんとしてあげてほしいですよね。しかしまあウクライナ軍というかキエフ政権は負傷者や戦死者への対応がなっていないという情報には今までにたくさん触れてきましたが、現場の指揮官の一人からの話には真実味がありますよね。まあロシア語にもウクライナ語にも共通してマットと言われる罵り言葉があるんですが、ゴドノックさんも怒り心頭で動画の中ではたくさんの罵り言葉を出していました。まあそれだけに冷静でいられない歯がゆさ、悔しさというのが心に響きました。西側のメディアはこういった事実を報道し拡散しらしめ、武器の供与ではなく医療の支援を優先的に行うようキエフ政権へプレッシャーをかけるべきだと思いました。次は選挙をお届けいたします。いつものようにフロリダのサーニャさんの18日の金曜日のテレグラムチャンネルからお届けいたします。まずはウクライナ軍が防衛する地域の奥深く、メジバーヤという町の鉄道駅に停車していたウクライナ軍の貨物武器保管車両にロシア軍がミサイルを撃ち込み、武器弾薬保管車両は激しく燃え上がりました。ロシア国防省はドローンで撮影した動画を公開していますが、敵陣地の後方かなり奥深く入ったところで、まあどうやって撮影したのか不思議ですよね。ウクライナ軍はこの方面の予備の武器弾薬を相当失ったものと思われます。それでは前線です。まずはヘルソン方
方面ですが、ここでは特に動きはなかった模様です。ザポリージャ方面ですが、ラボーチノでは相変わらず激戦が続いている模様です。マーラヤ・タクマチカには、ウクライナ軍の第116独立機械化旅団、国家警備隊第15旅団などが予備兵力として集結している模様です。その他、カパーニ、ダラジュニャン機の北部で攻撃が活性化しているようです。また、ロシア国防省によれば、ラボーチノ村付近で、ロシア軍の一部が敵の攻撃を撃退し、ウクライナ軍第46航空機動旅団の分位隊を複雑な砲撃で撃破したとのことです。このラボーチノ村ではまだ双方による集中的な砲撃が続いており、ウクライナ軍には大きな人的損失が出ているようです。サーネさん曰く、このような野原や畑で活動する歩兵は砲撃のターゲットとなっている模様です。まあこの地がザポリージャ方面では一番の激戦区となっているようですが、ウクライナ軍は次から次へと人海戦術をかけているそうで、犠牲者はなお増えそうです。次はここも激戦区の南ドネツク方面です。ウクライナの情報源によれば、ウラジャエノへの東方面でのウクライナ軍のロシア陣地への攻撃は部分的に失敗し、軽装甲車両3、4台が破壊され、6名が戦死したとのことです。実際に映像を見ると、決して部分的な失敗というレベルではなく、完全な作戦失敗に思えますが、まあ戦時中ですのでお互いに話を盛りますからね。ウラジャエノへ南部では、ウクライナ軍第37海軍歩兵旅団が25人ほどの規模で、ザビードネバジャンナに突撃してきた模様ですが、ロシア軍に撃退されたとのことです。そしてロシアの軍事特派員によれば、このマカーロフカという居住区にアゾフ大隊が集結しているそうです。次はアルチョーモフスク・バフムト方面ですが、ここでは特に前線に変化はなく、南部のクレシエフカでは相変わらずウクライナ軍が高地を制圧しており、ロシア軍は不利な状況にあるそうです。また北部のベルホーフカではロシア軍がベルホーフカ貯水池沿いに前線を取り戻した模様です。次は北部ハリコフのクピャンスク方面ですが、アリシアナの南西部の2つの拠点をロシア軍が制圧したとのことです。そして独立系情報源によれば、ここ48時間で新コーフカとペトラパーブロフカにつながる交差点をロシア軍が支配し、ここに陣取っているとのことで、新コーフカは東と西の両サイドから挟み撃ちにされる形となり、サーニャさんは今後は新コーフカを陥落するためにロシア軍は補給路を断つべく東の側面からさらに進軍していくのではないかと見ております。最後におまけですが、軍事アナリストのユーリー・ポドリャカさんが激戦区となっているウラジャイノエ方面について解説をしておりますので、ここで共有させていただきたく思います。ポドリャカさん曰く、この地点にはウクライナ軍のエリート部隊である第82航空強襲旅団が投入されたとのことですが、この旅団の落とし穴は NATO 兵器の例えば米国製装輪装甲車両ストライカーを使っているものの、これは歩行戦闘車両よりも軽量で、決して防衛線を突破するための車両ではないことにあるそうです。また反転攻勢開始直後にはウクライナ軍のエリート部隊で NATO で訓練を受け、 NATO 装備で固めた第47独立機械化旅団が突破口として投入されましたが、レオパルドなどの残骸の山を築くのみで何も起こせませんでした。それから第82航空強襲旅団が投入され、さらには戦略的予備隊として控えていたエリート部隊第46空挺強襲旅団が突破を目指して投入されているそうです。ポドリャカさんは、この第82航空強襲旅団、第46空挺強襲旅団と連続して戦略的予備隊を投入したということは、ウクライナ軍にはもう他に選択肢が残されていないことを示していると分析しております。また次のようにウラジャイノエでの現状を解説しております。これらの旅団は本来、ストライカーと最前線の突破に成功し、ロシア軍の防衛拠点に入らなければなりませんでした。ウクライナ軍参謀本部のコバレフ報道官は、ウクライナ軍がウラジャイノエを占領し南へ移動し、そこで成功を収めたと発表しています。しかしウラジャイノへの戦いで彼らはここを純粋に北から南に流れるモークレイヤーレイ沿いに陣地を保ちました。そこの正面には垂直に川が横切っています。そしてスタラマイオールスキーからウラジャイノへ近くの部隊を火力で支援しようとしてウクライナ軍の戦車が川に落ちて溺死した動画がありました。全くどんな愚か者がこの近辺の地図を描いたのかは分かりませんが、地図をほとんど見ていないということです。そして彼らはまだロシアの第一線の防衛線にも到達していません。ひょっとしたら彼らは 5km ぐらいは進めるかもしれませんが、そうしてようやく彼らは我々の最初の防衛線に到達するの
です。ちなみに NATO の写真によればロシアは第二の強力な防衛線を現在急いで構築していることがわかります。以上がポドリャカさんの解説ですが、私も紛争開始からずっと前線を追っていますが、昨年戦略的にロシア軍が撤退したヘルソン、ハリコフでもそうでしたが、ウクライナ軍は少しでも成果を上げたと思うとすぐに大々的に発表する傾向があります。本当に勝利を収めたいのなら沈黙して結果だけで力を示していけば相手に本当の意味で恐怖感を与えることができると思うんですが、まあウクライナ軍は戦略的予備隊のエリート部隊ももう出さざるを得なくなっている苦しい状況にいることには変わりはないと思います。兵士一人一人にも歴史があり、愛する家族もいるわけです。これ以上無駄に命を落とさないためにもキエフ政権にはもうこの辺で白旗を上げてほしいものです。以上、18日金曜日時点での戦況をお伝えいたしました。現在ベラルーシとポーランド、リトアニア、ラトビアの国境付近で緊張が高まっています。ベラルーシにワグナーが移動し、またロシアの戦術核もベラルーシに配備されました。今どういう動きになっているのか、8月16日水曜日付の rbc.ru からお伝えいたします。リトアニア政府はすでに18日金曜日からシェムスカーセ、ベラルーシ語ではロシア、そしてトベリャチウス、ベラルーシ語ではビジの2つの国境拠点の一時閉鎖を行っております。ラトビア政府はベラルーシからの不法越境の試みが増加していることを受け、8月から国境管理を強化すると発表し、軍と警察が国境警備隊を支援することになっています。ポーランドは以前お伝えしましたように、ワグナーがベラルーシに入った7月にポーランド軍が国境近辺のベラストクとブレストの中間地帯ポドリャシへ兵士と軍事装備を派遣しました。その後モラビエツキー首相はグロドの近辺のロシアのカリーニングラード、ポーランド、ベラルーシ、リトアニアの国境に接するスバルスキー回廊に向けて100人以上のワグナー戦闘員が移動したと発表し、これをポーランドに対するさらなるハイブリッド攻撃への第一歩だと非難していました。ポーランドのマリウス・ブラシャク国防相はポーランドとベラルーシ国境に沿った幅400キロ深さ150キロの前線で活動することになる、おそらく歩兵旅団の軍事オペレーション部隊ポドラシエを配置するが、その目的は訓練、防衛、そして侵略者の阻止であると公表しています。ブラシャク国防相はベラルーシ政権がクレムリンに協力していることは疑いの余地がなく、ポーランド国境への攻撃は我が国の不安定化を目的としていると発言しております。その結果、現在国境警備の強化に軍の兵士を最大で4000人配備しており、国境のナレフ川とザーパドネーブク川の間幅約80キロの区間のブレスト回廊を米国製軍用ヘリアパッチと戦車エイブラムスで防衛する予定だそうです。このようにベラルーシとポーランドバルト諸国連合の間では緊張が高まってきていますが、ポーランドとバルト諸国は8月28日にワルシャワで合同会議を開催する予定だそうです。リトアニアのアグネ・ビロタイテ内務大臣がそこでは国境問題の解決において全てのシンクロニシティがどうあるべきかに最終的なアクセントを置くよう調整する予定ですと語っております。まあシンクロニシティっていうのは共時性、同時性ということですが、まあいまいち理解が難しい言い回しですが、要は一つの国ではなく同じ問題を抱える三国で同じ対応をし、同じタイミングでベラルーシとの国境を完全に封鎖するということをこの28日のワルシャワでの閣僚会議で協議するということのようです。なんだかここに来て NATO 加盟国対ロシア・ベラルーシではなく、もともと NATO に対抗していた旧ワルシャワ条約加盟国同士の争いとなりつつありますが、ベラルーシのルカシェンコ大統領はポーランドのモラビエツキー首相の言葉を受けて、ポーランドは凶暴化したとし、民間軍事会社ワグナーの分位隊100名は国境地点グロドの近辺には移動していないと語り、もし彼らが移動したとすれば、それはブレストとグロドノに集中している旅団に戦闘経験を伝えるためだけですと主張しております。以前にもお伝えしましたが、プーチン大統領は7月にポーランド首脳はおそらく NATO の傘の下で何らかの連合を結成し、彼らが信じているように自分たちの分厚い部分を切り剥ぎ取り戻すためにウクライナ紛争に介入したいと考えていると公言しております。今月28日にポーランド、リトアニア、ラトビアの閣僚級のワルシャワ会議が実施されるということですが、この会議にゼレンスキー大統領も参加するのかどうか、もし参加すればこの3国にウクライナの一部も加わり、以前お伝えしましたワルシャワ連盟が公に結成される流れになるように思います。もともと以前から8月中にこの同盟が結成されるという噂はありましたから、今のところその方向に流れているように思います。問題はこの NATO 加盟国の3国に対して NATO はどう反応するのかですよね。このワルシャワ同盟の中心となる国はもちろんポーランドで、リトアニアにしてもラトビアにしてもポーランドがいなければもとも
もとベラルーシに反抗するほどの軍事力も国力もありません。それではポーランドの国内事情はと言いますと、以前もお伝えしましたが10月15日に議会選挙が待ち構えております。8年連続与党となっているヤロスラフ・カチンスキー副首相を率いる法と正義党は3期目となる長期政権を目指しておりますが、8月17日付のコメルサント .ru によれば、世論調査では与党法と正義が 36%、 一方トゥスク元首相を率いる野党市民連合の支持率は 29% とさほど離れておらず、3期連続与党が実現するかまだ不明な状況です。そこで与党法と正義は10月15日の総選挙と並行して国民投票を実施するために議会に法律の改正案を提出、そしてアンジェイ・ドゥダ大統領は16日水曜日にその国民投票に関する法律の改正案に署名し決定したとのことです。ではこの国民投票では何が問われるかというと、4つのテーマがあります。1つが EU の移民政策、2つ目が退職年齢の引き上げ、そして3つ目が企業の民営化、そして4つ目が国境警備となっております。まあそのおおよその質問内容ですが、欧州機構の枠内で中東やアフリカから何千人もの不法移民を受け入れることを支持しますかとか、国有財産の外国法人への売却を支持しますか、そして男女67歳までの引き上げを含め年金受給年齢の引き上げを支持しますかといった内容の最後に来るのが、ポーランドとベラルーシ間の国境の障壁の除去を支持しますかという質問です。まあ不法移民の受け入れを支持する人はいないでしょうし、また国家財産の外国への売却も支持しないでしょう。そしてまたまた年金受給年齢の引き上げを支持する人がいるわけはないでしょう。そして最後は国境の障壁を除去するかについても、ぼーっと考えていると思わず流れで支持しませんとなりそうですが、この問題だけは緊張緩和を支持する人が多いことを狙いますが、現在の与党は選挙までに状況を可能な限り最大限までエスカレートさせるだろうという見方もありまして、それが果たしてこの選挙向けの緩和を支持させるためのいわば演出であり、今後ベラルーシとの間で国境問題がエスカレートした際、民意の反対ということで矛を収められるようあらかじめ出口を設けておく戦略なのか、あるいは障壁の除去に反対という世論を後押しにして失われた領土を取り戻す悲願達成のためにワルシャワ同盟を実現させていくのか。まあいずれにしても今月28日のワルシャワでの閣僚会議の中身、そしてまたその会議にゼレンスキー大統領も参加するのかが注目されるところです。もしポーランドの動きが国内政治のためであれば、選挙前までにある程度まで行ったところでブレーキをかけ出すとは思いますが、それにしても相手もあることですし、プーチン大統領はまたベラルーシに対する侵略を解き放つことはロシアに対する侵略を意味すると以前語っています通り、取り返しのつかないことにならないよう裏の外交ではきちんと調整してほしいところです。というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネルのご登録とお友達やお知り合いへの拡散もよろしくお願いいたします。